はい、こんにちは。今日もお料理作っていきまーす。お料理、今日のお料理はパスタ。このね、パスタね、ちなみに僕アレルギーなので、グルテンフリー系のパスタ使うんですけど、これもね、これグルテンフリー小麦粉不使用です。これ使っていきます。ほーい、ペペロンチーノかな。ちょっとこれ大さじかな、まあ、なんか大さじ1杯ぐらい、なんかちゃんとこうお塩をいっぱい入れとかないと塩気が足りないやつになっちゃうらしいので、これ入れて、で、そのまま沸かしてる間にこれ切ります。シューシューシュー、これはい、道の駅で買ったやつですね。これ三重県産のニンニク、これもなんか道の駅で買ったやつ。これは多分どこで買ったかな。これは京都福知山で買いました。ね、ちょっと切っていきます。で、切るんですけど、ちょっと包丁研ぐとこから始まります。なんかちょっと錆びちゃってて、すいません。サバイバルナイフ使ってます。なんでみたいな感じですけど、なんでやろうか。よく切れるんですよ、これ。何でも切れるし、この研ぐ作業が入ることで何度でも切れ味が蘇って、なんか楽しくて、研げる包丁いいなと思って、おすすめです。研ぐのもね、慣れてくるとすぐ研げるし、で、なんか研ぐときはこうなんか力入れて押さえてるところしかなんかこう研げない、切れるようにならないんだって。ガタガタして、なかなか研げへん。OK、 はい、これで、じゃあニンニク切りまーす。なんかちょっと変哲もない、なんかスーパーに売ってるやつよりかちょっとガサツな感じのやつですけど、でもなんか美味しいらしい。道の駅のやつ美味しいらしい。形とかね、あんまりこだわらないよね。剥いていきます。お料理動画とか初めて撮るから、ちゃんとできるか心配ですけど、まあ、第1回目なのでちょっとガサツな感じで許してもらおうと許してもらおうと甘えております。すごい香りするんだよ、この時点で。すごい香りが、すごい、この皮取れないんだけど、なんだろう。はい、ふい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 、ふいふい、はい。で、なんかよくあるのは、なんかこの切るよりもスライスするよりも潰した方がいいみたいなね、なんかよくありますけど、本当にどっちがいいのかはよくわからない。
あの動画で撮ってますけど、料理が僕上手だから撮ってるとかそういうんじゃないので、ちょっと切り方おかしいよとか、ちょっとそれ物申すみたいなところがあったら、どしどしあのコメントをお待ちしてますので、あの僕のお料理に、お料理が上手になるようにアドバイスをいろいろいただけたら、あのこれからも頑張ろうと思うので応援よろしくお願いします。これね、猫ちゃんの手で切るみたいなありますけど、手がクマみたいなんでできませんね。クマの手の人が猫ちゃんの手にはならない、諸説あるみたいで、これは本当か。はい、で次はこの唐辛子、あんまり入れるとね、なんか胃が弱るらしいから、なんか一個だけ、一個だけにしようと思います。これも切り方が全然わからんで、パラパラになるし、中からこの種みたいないっぱい出てくるし、これもはやこの種は一緒にやる方がいいのかな、これも食べた方がいいのかな、みんなどうしてるのかな。種もこれ巻きたいね、これ お庭に巻きたい。お庭じゃ育たない、あの畑に巻きたい。はい、僕の大好物のカイワレです。この子が大好物な理由は味にもありますけど、値段が安い、とっても好きです。なんか愛おしいよ、カイワレ。このなんかあの弱者をいたわる精神があるんで、なんかこの子供みたいなのが好きですね。子供が全般的に好きですね。はい、めちゃくちゃの鍋が沸いてきたので、あーはあーはあー、パスタを入れようと思うんですけど、ちょっと待って、パスタさ、パスタね、測るメジャーがこれなんです。これね、買ったんよ。これね、これ便利なの。ここが、100g、200g、300g って言って、こうやって、置いて測るやつ、こうやって。置いて測ってるようになってて、100g のところの高さまで来るように、こうやって、なんかね、パスタを、こうやってやっとく。お腹減ってるからいっぱいと思っていっぱいやるとまた食べれないから、ちょっと待ってね。じゃあ 100g 茹でます。 100g 投入します。はい、パスタで、よし、いつも困るんや、いっぺんにこうシュッと入らないっていう、これいつも困るところで、もう一つね、パスタ用のそのグルテンフリーのパスタの麺を持ってるんですけど、カッサバだったかな、海外のですね、そうね、カッサバっていうやつ、これをね使ってるんですけど、これとか特に硬くて、なんかもう入れても全然この中入ってくれなくて、ちょっとわがままのやつがいるんですよ。あの子ちょっと癖があるんですよ。あ、でもね、あのお芋からできてるやつで、ね、食べたら美味しいんですよ、ね。
癖がね、あの子もね、食べたら美味しいです。食べたら基本何でも美味しいです。OK、Google。タイマー。7分セットして。じゃーん。オーガニックオリーブエッグ、オーガニックエクストラバージンオリーブオイルです。なんだっけ、このマークがついてる方が良かったんだっけ、ちょっとよくわかんないけど、良質な脂質ダイエットしてるのでこれ使ってます。なんか良質な脂質を取ると悪い脂質出ていって痩せるみたいな話でやってるんですけど、めちゃくちゃ体脂肪落ちたんで、これはおすすめです。めちゃくちゃ落ちます。もうぐんぐん落ちていきます。体脂肪がぐんぐん、何もしてないですけど21ぐらい体脂肪があったんですけど、今なんと13ぐらいです。何もしてないんですよ。パスタが好きで食べてるだけなんです。これはおすすめ。ちょっと湯気がすごい。じゃあまずニンニクさんを入れます。ニンニクさんにこれを入れます。あれあれあれ、やべやべ。倒します。ちょっと火強すぎた。オリーブオイル追加です。普通にペペロンチーノになりそうだな。ひき肉とかもいつも入れるんですけど、ひき肉がなかったから。あとはちょっと乳化させます。もうめっちゃ美味しそう。めっちゃ油ついてる。すごい。もうパスタ負けない系。負けない系ですよね。うん、まだめっちゃ芯が。
なんか入れるものないかな。やっぱ入れてみよう。じゃん、アルプロ。オーツミルクのやつですね。これ砂糖不使用なんですけど、これめちゃくちゃ甘いんですよ。このちょっとね、ちょっとクリーミーになります。わ、めっちゃ甘い匂いが。わー、見て、美味しそう。めっちゃ焦げてるけど、鷹の爪が。あ、めっちゃ甘い匂いしてくる。はい、時間無視して入れる。これ絡めて出来上がりましょう。焦げてるよ。OK。こちらに出しまーす。はい、できた。はい、はい、あ、OK、 グーグルタイマー止めて。ほらもう山間、山間で感覚でもう7分かかってる。はい、できた。本日のパスタ、アルプロミルク入りペペロンチーノ風。名前もちょっと応募してます。はい、パスタ出来上がり。はい、食べます。ちょっと味見します。うん、塩気がすごいいい感じ。いけてる。グー。じゃあこんな感じで、またね、またね。ありがとう。